はい、酒好きな俺の飲酒動画始めていきたいと思います。今回は、キリンの、カリブーンバナナパラダイス。期間限定、ラムとバナナの、酎ハイと。果汁が 0.6%、アルコール度数 4%。原材料がラムと乳製品、乳酸菌飲料。カッコ殺菌、バナナと糖類と酸味料と香料と安定剤となってます。関係ないんですけど、この乳酸菌の飲料カッコ殺菌ってなってますけど、乳酸菌って殺して殺菌されてるんですけど、生きてなくても乳酸菌は殺菌されてても一応腸内で働くらしいんで、今まで知らなかった。殺菌されたら意味ねえじゃんと思ってたんだけど、実は意味があるんですよ。乳酸菌は殺菌されても問題なし。生きてた方がいいんだとは思うけど、さすがに生きてる状態で詰め込むと絶対あれだからね。乳酸菌、菌だから、ねえ、菌を生きたまま、この中に入れたら多分、発酵しちゃうんで。いろいろとまずい。まずいと思います。それは乾杯。うわ。よくある、あれですね。バナナの香りがするんですけど、味っていうか。なんだけど、なんか、あんまうまくないな。あんまりうまくないな。後味が変だ、これね。あれ、カリブーン。書いてないですね。あれ、おかしい。あれ、カリブーンのこの味のやつ、キリンのサイトに載ってないんだけど。ひど。まあいいか。まあ、ラムの多分味なんでしょうか。後味がちょっと、変な。変ですね。それにしたって。って感じだな、これな。うまくないな。正直うまくないな。大体このシリーズあんまり、そもそもあんまり好きじゃないんだよね。カリブーン。キリンカリブーン。
これはあんまり、あれでしょ。人気ないでしょ、多分これ。ちょっと、えぐいもん、なんか、味が。味がね、えぐい。そもそも。なんか、お菓子。なんか、普通のチューハイじゃない、味の、普通とは違うチューハイの味で攻めてくるよね。このカリブーンはね。まあ、ラム酒自体はいいんだけどね。やっぱまあ、ラムコークとか、ね、まあ、キューバリブレとかさ、はいいんだけど、いかんせんこの、まあ、普通にこれを作ったとしてもね、バナナジュースと、まあ、カクテル自分で作ったとしても、バナナの、ねえ。どうやればいいんだ、これ。これ、どう作ればいいんだろうね。バナナ、あれか、ミキサーにバナナ入れて、それに、ラム酒入れればいいのか。まずいと思うんだけど。他のさ、パイナップルとかさ、グレープフルーツとかはさ、100% ジュースがあるからいいけど。バナナって 100% ジュースないじゃないですか。ということを考えると、そもそもなんか、バナナの系列の飲料って大体、結構変な香りがするんだよね。香りでごまかしてる感じです。そもそも。なんか、お菓子、うん。で、そこの感覚でいくと、うん。まあ、せめて、バナナオレとか。ならまだマシなんだけどね。うん。うん。そもそもなんかバナナって結局、ね、これ果汁 0.6% って書いてあるけど、当然のごとくあんまり果汁が少ないんで、薄い。薄いんですよ。バナナが薄い。で、あまり。これはちょっとまずいな。うん。これはあまりよろしくない。まあ、ね。もうそもそもカリブーンとか、ね、バナナパラダイスとかって言ってるレベルのね、気温じゃなくなってきたからね。寒くてね。長ズボン履きましたけど、さすがに寒いです。うん。寒くなってまいりました。コクが普通、甘みが、まあ、甘い。香りが臭い。おすすめはしない。香りが臭いんだよ、なんか。だいたい。バナナのこの香りってさ、あれだよ、かなりおかしな香りするよね。特にこのバナナ飲料系のやつは。もうなんか、香り着色
香料をめっちゃ使ってる気がする。3442です。ご視聴ありがとうございました。